バルバラ・カスさんは、フランスの文献学者、哲学者。1947年にブローニュイコールビアンクールに生まれた。ジャック・デリダが創設した国際哲学コレージュのディレクター、フランス国立科学研究センターの研究ディレクターを歴任した。2006年、ソルボンヌ大学レオーン・ロビンの古代哲学研究教育拠点ディレクターを、ジョナサン・バーンズから引き継いだ。専門は、 イベントレトリックおよびそれらと哲学の関係である。アラン・バデューは2007年に上司した著書、諸世界の論理の脚中にて、カッサンの仕事はハイデッカーの思想と言語論的展開の総合であると表現している。1991年から2007年にかけて、カッサンとバデューはルスイユ出版の哲学の秩序総書のプロデュースを共同で行った。著書には、 奇弁の公用、編著書にはヨーロッパ哲学の語彙があるが、これは欧州連合の支援の下で複数の哲学者が共同執筆した国際的な事業であった。また、私をググってアメリカ第二の使命の著者でもある。2012年9月、合算の仕事に関するシンポジウムがフランスのセリジーで開催された。登壇者は次の通り、グザビエノース、 エティエンヌ・バリバール、フェルナンド・サントーロ、ミシェル・トゥー、ソレマン・バシル・ディアニュ、フィリペ・ジョゼフ・サラザール、アラン・バディブ。2018年5月3日、アカデミー・フランセーズ会員に選ばれた。リステ・パーシャル。ありがとうございます。